はい、皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。高橋みともです。はい、今回、スーパー戦隊、仮面ライダーが街を作るの、第1話でございます。はい。今回、スキンは、テロマミスキンで使っていきます。約3話構成で、1話、2話、3話は、予告で、予告っていうかもう、やってたんですが、ちょっと時間かかるため、遅れてましたが、ここを今作ってます。たらーん、見えない。秘伝、インテリジェンスっていう、ゼロの、建物を作っておる最中なんですが、まだ作られてませんよね。あと、2話構成と、3話か4話まで、まあ、今3話までと言いましたが、もしかしたら伸びるかもしれないです。街を作ろう。1回目のタイトルは、秘伝インテリジェンスを作ろう。神々やね。すみません。秘伝、もう、アルト君の会社、作ろうです。ざっくりと。一応ツイッターで、ツイッターってか結構前に上げてますが、クリエイティブは基本使用しませんが、たまに使用します。オフの時は使用します。撮影の時はしません。第1話。ね。まず言うことを言っちゃいます。さっさと言っちゃいます。まあ、ちなみに仮面ライダー、秘伝インテリジェンス出来上がるまでは、ゼロワンスキンか、もしくはレイムスキンです。レイムスキンの時は、ウクミスさんが何て言いたい時とか、投稿者が何か言いたい時で、だけ振って、もう、スッキーにとって、スキンで撮影するときは、まあ、さしてて、ごめんなさい。ちょい合わせたことも作ってんだなと。そして、この人の、現時点。現時点で、あそこに道で、だいたい、2階建てなのかちょっとわかりませんけど。本来だとガラス張りでやりたいんですが、マイクラの仕様だと、ここにガラスを置いちゃうと、ガラスとかガラスの板、なんて言ったっけかな。板、ガラスかな置くと、扉じゃなくて、いろいろと、扉が開くと、いや、いいんですけど、実際見せ、ここにはめ込むんだったらまだわかりますけど、ここにはめ込むのがちょっと難しいので、この位置にね。なので、今回は、見送ったっていうか、
途中まではありますけど、一段上にレンガ、石レンガありますけど、あそこからは、4等分っていうか、何等分って言えばいいのかな。まあ、各方向にあれしてやる予定です。そのわけで、遅れてます。遅れてました。ネタがないので、急いで作りましたけど。撮影日ちなみに11月22日ですね。多分、本放送的に行けば、配信行けば、多分、27日前後かな？なので多分、35話と17話と21話かな？多分、タイガの21話と、郵送者の37話かな？自分で確認するのもあるじゃん。21、35、30、12、2割、ポケモン2割。っていう感じですね。ごめんなさいね。とにかく、放送多いです。放送終わってますけど。いやー、どんな感じだったんでしょうね。まあ、当日上がりますけど。まあ、ウルターマン当日で日曜日上がりますけど。あと、もうちょっとで終わるらしいですね。あと、5話6話。26話放送なんですね。ウルターマン。基本、ウルターマンってワンクールしか終わらないんですよ。昔ツークールぐらいやってたんだ。ツークールっていうか、1年通してやってたんだけどね。昔の話だけど。昔、かなり昔の話ですよ。多分知ってる人いないんじゃないかな。まあ、戦隊とかもごめんなさい。ワンクールぐらい、まあ、だから1年ぐらいやってますけど。ワンクールは半年だね。違うの、意味的で間違いない。12個まあ、そんぐらいのクールでやってたんですよ、1年ぐらいの。まあ、最近も、ウクレスさんとかコント的になってきて。まあ、多分、ウクレスさん、プレミアムマイル券多分買いに行くんだろうね。8月22日だから、明日新しいおもちゃだもんね、仮面ライダーフロアの。楽しみでございます。多分ざっくり喋ってないので、ね、プレミアムじゃねえ可能性もありますけど、これはウプ主の最高事情だっていうことを見てください。いやー、それにしてもちょっとやすく見えるのも悪いけど、とにかく、決めるところまでやって、決める場所決めちゃったら、今回の撮影は終わりです。とにかく、あと、番外編的なお話、明日逃走中やりますね。番外編的な話じゃない。一応、実際申し上げます。というか、逃走中の放送終わり次第、だから、知り合って、だいたい9時だ。
9時前後に投票と感想のまま配信したいと思っております。メールのここまでに、ここで、多分これ、多分まだ足りねえな。何があっても記録アップ、近々第2話を投稿したいと思います。これはこの動画終わりますということで、インテリジェンスを作ろう括弧1回目を終わりたいと思います。ね、全然だけども、まあ、次の時には結構進んだと思う。フラグが立ってないとは思うんですけど。ということで、ちょっとこっちは動画界で無理なので、次は囲った状態でガラス板ガラスで板ガラスで囲っておくので、そこまでやりたいと思います。次回、そこまでやっておくので、コアルプを上げて、とにかく進めておきたいと思います。ということで。なんせお楽しみにしてほしい。つつ、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。